ビーマに殺されるヒディムバ。ヒディムバは、インド神話に登場するラークシャサである。ヒディムバの2位。パーンダバ5王子のビーマに殺された。午前試合の後、パーンダバは、ドゥルヨーダナの罠に気づいて脱出した。そしてある森にやってきたところで疲れ果て、眠り込んだ。この森のシャーラジュの大木は、ヒディムバの住処であり、彼らが森にやってくるとヒディムバは、人間の匂いを嗅ぎつけて、 妹のヒディムバーに何者がやってきたのかを調べ、食料とするために殺してくるよう命じた。ところが休んでいるパーンダバのところにやってきたヒディムバーは、一人だけ眠らずにいるビーマに一目で恋してしまった。ヒディムバーは妹がなかなか帰ってこないことに苛立ち、パーンダバのところにやってきた。そして妹の裏切りを発見して怒り狂った。ヒディムバーは、 ビーマとその家族に加えて、妹をも殺そうと考えた。ヒディムバは、ビーマに飛びかかり、激しい格闘を繰り広げたが、目を覚ましたアルジュナがビーマをせかすと、ビーマは怒り、持ち上げたヒディムバを地面に叩きつけて殺した。死の間際、ヒディムバは、森中に響き渡る大声で叫び、羽がいしめにされて、背骨を折られた。ヒディムバの死後、ヒディムバは、ビーマと結ばれ、 ガトーとか茶を産んだ。ありがとうございます。